はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミンストレルソング、前回ですね、イフリート結局倒せなかったんで逃げ帰ってもうオールドキャッスルに向かいましょうというところなんですけれども、嘘の街でイベントが起きてるっぽいんで、これ多分イベント終わらせないとなんか情報聞けないんじゃないかなっていう気がするんだよね。話してみよう。今日は収穫を感謝するカマの祭りよ。うん、で村人たちがここで戻ってるから情報が聞けないんだよ。今年はまあまあの作柄だった。来年は豊作だといいな。これ何作ってんの、この砂漠の地で。この石は何だろうか。詩人に話そう。このお祭り、昔はステップの遺跡で行われていたんですよ。遺跡の祭壇の周りをぐるぐる回ってたんです。それにもともとは収穫の祭りではなかったらしいんですが、詳しいことは私にも分かりません。あれ、このお祭り、このイベントどうすればいいんだ。遺跡の、それに一回外へ出てみるか。ガルサステップに行く。で、そっかちょっともう一回嘘の町へ戻る。あ、終わってる。カクラム砂漠は流砂が渦巻いていた。普通に話せるね。で、子供、これ義勇軍でしょ。この子供か。この子供が教えてくれるんで。東の山で大きなお城を見つけたんだ。あ、でもママには言わないで、怒られちゃうから。別に城に行くわけじゃないからさ、言ってもいいと思うんだけど。こんな子供の情報でオールドキャッスルの場所が明らかになるからね。今まで見つからなかったこと自体が不思議だよ。行きましょう、オールドキャッスル。金は一応持ってきた。あのオリジナル版だと、そう、オリジナル版って言ってるけど、スーファミ版ね。だと、あのここ結構ジュエル、3ジュエルとか6ジュエルくらい落っこってるんだけど、3か6か忘れたけど。今回どうなんだろう。金だからね、あの今3万7000円あるけど。アイスソードは買える。そしてジルコンの斧はないからね。それがすげえショック。え、これ何？でまあ、単純に向かい合わせにしよう。こっちの左も3回回さなきゃいけねえじゃねえかよ。でこれ左右ない、壁、え、宝箱、ちょっと待って、どういうこと。500円しかない。ケチすぎる。一応でも金は落っこってるね。究極傷薬。傷薬全然使ってないな。正面は閉まってたから回っていくか。敵が全然いない。いた。一応忍び足とスペース使っておくか。レベルが低い。ちょ、なんかさ、全然気づかれてはないけど。ゴシックアーマー、ちょいちょい防御力高いんだよね。プロテクターよりは強かった気がする。300円、タイタスグリーブ、おまけだな。300円はで、アーマー見て、リジットレザーだったらリジットレザーの方がいいから、ゴシックアーマーフォークに装備させて、あとタイタスグリープか、さっき手に入れたの。足だよね、名前からして。レザーブーツだったら、そう、素早さが下がるからね。タイタスグリープ、雷に強い。あー、これいいんじゃない。メタルグリープにしよう。もうフォークは多少素早さ下がってもいいや。それでもプラス3か。
っぱりね、スキルは全部3欲しい。見つかっちゃったよ。あ、音。強い敵が出てくる。こいつ強いんだよね。嬉しくなるね。ローザリアサーベルだったらラスズの合計がちょっと強いから。で、変幻自在、変幻自在がマジタダで使えるっていうのがでかい。で、瞬速、ね、意外に強いことが分かった。あれ今フジ娘だった。いや結構かわいい。さっけえなこいつ。え、最後もミスってる。暴風、これ暗闇になるからな。バーバラ暗闇になってんな。しかし連携であれば、連携は外さないでしょ、多分。外さないね。エステルス、忍び足。で、なんか、ああ、宝箱ある。そして上にも行ける。これ、周りが見渡せないからさ、逆側に何かあるのかっていうのがわからない。行ってみないとわからない。ない。で、その間にそうだね、切れるよね。うわー、はえー、めちゃいいんだなこれ。で、ちょっとここは全体系でいくか。レイピア、エンブケン、あ、強化弓だった。やっぱりそうでね、なんかプラス1にしたいんだよね。ちょっとね、鍛えてみた。で、使い続けてプラス1になるんで、ちょっと演武剣とデタラメ屋でレベルを上げるか。多分使う回数なんで強いものを使う必要はないんだけど、だけど戦闘はめんどくさいからこれでいく。同じような敵だな。同じようなことしよう。レンブダン、ジャミル強い。今回分かったけど、ジャミルはマジで使いやすい。そしてこれデタラメってさ、ミスる知ってんだか分かんないんだけど。やっぱりね、システムが分かってくるとめちゃくちゃいいね。最初のさ、あのバルハラントに漂着した時とかも全然分かんなかったからさ、多分あそこで時間を無駄にしすぎた。だって騎士団領行ったらね、もうイベント終わってたからね。多分普通の人は、普通の、なんだこれ、ちょっと落ちよう。落ちれない。落ちるって感じではないのか。騎士団領行ったらモンスターイベント終わってたから、普通はあそこモンスターイベントこなしてローザリアへ帰るっていう流れなんだけどね。ちょっとバルハラントで時間を使いすぎた。もう追っかけすぎだろ。チェーンしなかったし。で、レイピアも変幻自在で使っていこう。武器強化のために。だから本チャンでやるときはやっぱり武器強化とかもちゃんとやっていきたいよ。やっぱレイピアの変幻自在攻撃力下がるな。なんか目に見えてわかるわ。だいぶ違うからね。っていうか藤娘の攻撃力異常だからね。あ、サイクロプスがいる。いや、変幻自在でいくよ。ちょっと待って、これさ、後ろ、そうだよね、後ろだよね今。まあ MK 使っていこう。でもサイクロプスもね、多分もうレイピアでいけるはず。無理しなければ。ただ吹雪使われると死ぬから、セーブはしておこう。ちゃんとはやいなこいつら。そう、あと重量がね、どれくらい影響してくるのかっていうのがよくわかんないんだよね。デカめっちゃ。ここクリアしてアイスソード手に入れて、でもアイスソードってさ、装備する人がいないんだよね。
大型犬と両手犬ってカテゴリーが違うんで、山親じゃほっとこう。ただ、羅刹の冒険はちょっと本気でいく。で、その代わりレイピアで変幻自在を使う。で、石斧で次元弾でいいや。ちょっと次元弾に頼るわ。強化弓、プラズマショットにしよう。叩き潰す。274。ちょっとペッチャンコになってる。強心剣。強心剣もまあまあまあ強いかな。げ、親父が残った。資源弾真っ二つ。消えよ。消えない。そう、こいつの殴り意外に痛いからね。あとちょっとさすがにもったいないから。とかで行こう。石斧はいいや、使っちゃおう。収束だな。よしよしよし。重力さえ使わなければ全然どうとでもなる。あれ、羅刹の冒険って今思ったけど燃えてね。いやー、倒せないな。これだって別に術武器じゃないっしょ。スリピット投石、石っていう感じじゃないけど2回やってくんのかよ。400か、え、3回なかなかやるじゃないか。だがこれで終わりだ。次元打ち全然終わらない。いや、やっぱり不純するとの火力差は段違いだな。で、結構厳しくなってきたよね。ハヤブサギにしよう。ハヤブサギとかすげえ弱そう。そろそろケチっていい気がするんだよな。ダメですかね。こうやってると死ぬから。投石3回。アルベトは死ぬ。ほらね。痛い、ひどい。クイックチェッカー。弱っ。ああ、なぜか分断したんだな。きゃよし、倒した。これどれくらい振ればプラス1になるんだろう。あ、これであれが落ちたってことね。でもさらに上いけるよ。ちょっとまあいけるから上に行こう。2階が開かないのかな。いや、でも1階のあの扉があったよね。ちょっと待って、ステルスかけよう。忍び足もかける。おいー、これ先手取れないの。気づいてないけど全然取れないわ。じゃあレイピアはエンブリコ。またいや、ちょっといいね。弓だよ、だから弓。ミリオンダラーとは言わなくてもアローレインが欲しい。こいつらはダブなんだ。敵に近づきすぎたか。ザコと強敵のさ、差がマジで激しいから。死人ゴミ。残るね。モード変えた方がいいのかな。ちゃんとそれに合ったモードの方が多分覚えやすいから。あと攻撃した方がいいとかあんのかな。別に技使ってても覚えるっちゃ覚えるからね。あ、なんか覚えた。お、まあまあまあじゃん。あと消費がどれくらいかだな。コスパも重要だからね。さ、戦闘になるとさ、忍び足とか切れるんだけど。あの宝箱を回収してまあ戻る感じか。じゃあ100円。なんなのこれ。300円。チーとか言ってるし。
このまま、あれこっち行けるし、先が、あれまたサイクロプスがいる。まあ撃てるからちゃんと倒そう。お供が絶対いるな。え、なんかちょっと一回演武撃っとこう。さて、そうすると劉備返しでいくか。で、レイピア演武のブレードはいいや、ウォーアクスにしよう。ウォーアクス強敵で、藤娘でデタラメ、これで少なくとも周りは絶対倒す。運針演武剣泣き払う、スタンした弓返し700、1回しかったね、まあ、それはしょうがない。弓返し、やっぱレイピアだな。ちょっとレイピアをプラス1にするまではレイピアを使っていこう。で、強化弓で1減るけど、いや、だったら3ピートで1減るか減らないかな。ダブルスタンした。あー、使えない、もう古典か。いや、マジか、これそろそろ前衛やばいぞ。スリー弓返しクロスブレイク、いや、なんかな、やっぱ1000超えてほしいよな。いや、もう全員やばい、3人とも死んだ。いや、強いわ普通にサイクロプス。てかサイクロプスじゃねえし、古城の番人だし、普通にサイクロプスかと思ったらちげえじゃねえかよ。やめてくんないかな。まあいいんだけど。あ、連携した、別に魔法の連携入るぞ。まだ来てんのかよ、やばくね。ちょっと待って、まず私の攻撃をつないでください。もうこのパターンだ。よし、この先はもうさすがにないか。じゃあちょっと1階まで戻ろう。で、ここに落っこってきてるけど、どっち向けばいいんだってわけでもなさそうか。もう一つの方と向かい合わせるんだったら、でもこうだよね。あった、ここに落っこってきてたわ。これで向かい合わせにすればこっちはいける。そしてなんか井戸がある。これなんかオールドキャッスルから帰ってくるのかな。え、ちょっと待って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 、なんか始まってしまったぞ。井戸の中へ行きますか。意味がわからん、なんか出てきそう。え、井戸の中へ行って巨人の里へ行けるとかっていう、じゃああの扉何のために開いたのっていう話だよね。扉の先も気になるから先にそっちを見よう。ここが開いたはずでしょ。だって開いてねえ。違った、あの井戸の先に行けるようになったのか。じゃあ思ってたのと違うな。でもこれ井戸の先行けばなんかもう巨人の里っぽいよね。井戸の中とか言って、これめちゃくちゃでかいな。いや、そりゃ巨人だからさ、そうなんだろうけど、行ってみよう。え？って感じだよね。ちょっとどうなってるこれ。敵いる？はい。ステルスやんないと無理だ、あいつは。敵は出るな。そろそろかけ直しが必要か。ここは結構敵がいる。
ちょっと待って、無理無理無理、反応が遅いんだけど。レプケン、デタラメやっぱりちょっと命中率が低いっていうか倒せねえのか、こいつ。これ上がったらどういう装備になるんだ、プラスになったら。かけ直そう。であいつは足か音か、ちょっと待って、早い早い早い、だからあと8。中盤から使う武器を鍛えていくのはありだな。序盤はねすぐ変えちゃうからあんま鍛えなくていいと思うんだけど、中盤になったらある程度その武器を使っていくんで鍛えていく。で忍び足とステルスは常に持っとこう。で残り3つでなんとかやりくりするって、これ何これ、あ、そう、草を取るやつか。あれ、こっち行き止まりじゃん。ステルスが切れてんな。敵がいたら使おう、敵がいたら使おう。じゃもう遅いんだよね。忍び足も使おう。井戸降りたらすぐ巨人の里ではなかった。あれ、これ戻ってね、これなんかあるけど、ツタみたいな関係ねえし。ほら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 、見つかった、見つかった。もう見つかったらね、敵の方が早いから買わせん。こいつはもう早いし、引っかかり引っかかり引っかかってる。ちょい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 、ちょっとぶっ壊れるまでエビア使おう。ぶっ壊れるまでぶっ壊さないけど、もはやこいつらごときじゃ何も上がらんな。いやー、なっすでもない。ハロウィンの支配する世界の住人はこんなやつなのか。死人、え、これ何、暗闇。頼みのサイコブラスト、そろそろもうレイピアぶっ壊れるかな。ちょっとあっとかけようと思ったら、こいつら、あいつは直線的だから、ちょちょいかわすのがむずすぎる。げー、変なのが出てきた。これはちょっと大地の剣の変幻自在でガチでいこう。俊足だな。388か。1回でもこれ入れておけばだいぶダメージ稼げるから。周りも強えな。サイコブラストじゃ多分倒せないでしょ。あいつが倒せないか。スイッチバック、あれ結構消耗する割には弱いやつだよね、スイッチバックって。ジャミルが死ぬ。一応回復させておくか。主力だからな、ジャミルは。癒しのリーク使いました。あ、見えないかと思った。アルベルトがね、もう全く最初予想してた術戦士とかけ離れてるからな。完全にただの術師になってる。ちょろいもんだぜ。あのレインようやく覚えた。強い。払いだ。
セーブしよう。あ、ローレン覚えたから。あ、これこっから登んのか。着いた。強靭だ。巨人の里。そしてお前はこんなところにまでいるんだな。ねえ、あなた、あなたは冒険初心者ね。ここまで来て初心者扱いか。手厳しい。いや、義勇軍、君もここまで来れるんだ。確かに俺のことを初心者弱りしてもしょうがない。その実力は認めよう。で、オスターに話しかけないと売ってくんないかな。で、オスターどこに行った？ここは関係ない。あ、こいつもここにいる。サルウィンの復活が間近に迫っています。いや、それはもういいでしょう。この世界はやはり滅んでしまうのでしょうか。え、仕方ないよ。すげえ細いとこ取ってんの。これさ、巨人族通れないか。あんな通れなくない。この中は戦わなければなりません。力を貸してください。我々はサルウィンなどと関わり合いはない。サルウィンがどうなろうとどうでもよいことだ。しかしサルウィンが蘇って神々の戦いが始まれば世界は破滅です。関係は大いにあります。死ねというのですか。今戦っているのは神々ではなくて人間なのです。必死に生き延びるための戦いなのです。あなたのように力はありませんが、それでもやらなければならないのです。エロールは賢い神だが、人間の力弱く作る。だとしたら、私にはどちらも足りません。エロールの手助けをするつもりはないが、お前たちの手助けはしよう。巨人族には、古い時代の道具がいろいろとある。それを使えるようにしてやろう。ありがとうございます。あなたたちのためにも精一杯やってみます。我々は運命に従うまでだ。サルウィンは山脈が満タンで途切れるところ、お前たちは
イスマスと呼んでいる場所にいる。イスマスに帰りに城を通っていくのは難儀だろう。近道を通って行け。あれ、ここまで戻されている。これでお買い物ができるようになったので、こいつはどれが何屋さんだ。これスキル屋さんか。赤魔道士、アサシン、リュウジ、3つあると言っても特に、あ、これ全部、あれ伝説のクラスをここで名乗れんじゃん。戦士、聖戦士、これオリジナル版の初期の両親の能力設定ですね。で、あとこっち、ここ行けねえ。ここじゃないといけない。で、ここ道具屋さん。よく来た。火と水、風、土、木、火を覚えたい。火の鳥を覚えたいんですよ。レベル1しかないけど。リバイバー、時間凍結、タイムレシーバー、いいの売ってんね。ちょっとその前に吹雪、クラッキー、実践された核繊維、スターライト、あー、なんかスターソード的なのないな。スターソード的なやつ。そして全ての術が売ってるわけじゃないんだ。まるまる。よく来たな。一応巨人の宿屋に泊まっとく。せっかく来たんだからさ、巨人族がどういう宿を使っているのか。じゃああとはここ。よく来た。売ってるのは1個売ってねえし。これ絶対あれでしょ、アシスソードでしょ。売ってねえじゃねえかよ。ショップレベルが足りん。全然足りてないんだけど。しかもだって精霊石の杖とかいる？これいらなくない？炎、霊気、雷、エネルギーに強い。これ持ってるだけで、あ、持つものを守る杖か。エクセルガード、マルダの盾。あ、こっちの方が回避性能高いけど、これは射突もいけるのか。体力が上がる。火神防具林、あ、これ欲しい。これあれば、これあればイフリート戦いけんじゃないか。ちょっと金が全然足ねえな。売れるもん全部売ろう一回。大して売れるもんなかったわ。じゃあ火神ボグリちょっと1個欲しい。これすげえ上がったんだけど。そりゃそうか。でマルダー、マルダー1個買って、あと400円ってエクセルガード。いや、ちょっと待って、立ててもそんなに装備するやついるっていう話なんだよね、そもそも。まあ、ジャミルくらいだよね、だって。立て活用できんの。そうだな、立て活用できる、やっぱり、武器を使うのも必要だよね。結局、アイスソード買えなかったっす。火の鳥だけ買ってきた。あと、カジボグリンか。これを誰に装備させるか。アルベルトかな。まあまあまあ下がるけどしょうがない。フレームタイラントの力が宿るって、それ普通に売ってんのがすげえな。金が全然足りないからな、しょうがない。あのオールドキャストに金全然落ちてなかったし。あれ、下は何が売ってんだ。こっち見てないけど、見てないけど金使い果たしたぞ俺も。あ、薬か。あー、奇跡の薬って何。あー、なるほどね。技術強化、 BP を副作用なく最大値まで回復する。それすごくない。これちょっと2つくらい、1、2、3個買って、3個買って完全に金がなくなった。よし、お買い物はこんなもんでいいでしょう。
3万ポッチ持ってるだけじゃ全然足んなかったわ。で一応サルインの居場所を聞き出してもうラストダンジョンに行けるようになったんですけれども、まあね、そこクリアは本番で、なんだっけ、あれ版でやっていきましょう。で今回のボスはとりあえずイフリートとする。イフリートを倒してこのゲームを終了とさせていただきます。これどこ、巨人の滝ってまたわかんねえとこに出てきたな。無事帰ってきた。俺は禁忌の力を手にした。それがオーバードライブって言ってもまだ使えないから、とりあえず BP を最大値まで回復しましょう。一番最初はまあ防御でいいでしょう。でジャミル、あれ覚えた、三聖書、これ遠距離だからいけるはず。で防御してバーバラもちょっと防御しておこう。これでどうだ、三聖書早い。1200、1300くらいいってるか。火の鳥、これはね耐えられる。火神防御輪を持ってるから買ってきてよかった。で使います、禁忌の力オーバードライブ。でこいつはどうしよう、あんまやることないんだけど一応切っとこう。で三聖書はもちろん攻撃するでしょ。でホークどうすんのこれ、かかと切りとかでいいや、適当に。でバーバラは全然攻撃したいから俊足だな、やってくれ。いいね、1200強え。三聖書も普通に強いし、ヘルファイアオーバードライブ、見よこれが禁忌の力。 LP が減った。で何使えばいいんだ、そもそも攻撃力的にはアルベルトも全然その技がないから、てか今攻撃したらさセルフバーニング食らうのかな、ちょっと怖いからっていうか攻撃がないから、まあ、術だな、1個ずつやってみる。まずサイコブラストやって、変えらんねえんだけど、あ選べるよね、なんだこれ、ちょっと待って、ウォーターガンやって、あちょっか他の技に変えらんねえんだけど、オーバードライブ中って何これ、同じやつしか使えないの。じゃあ多分サイコブラストが強いと思うんだけど、どうでしょうか。いけサイコブラスト500で5回行動できるから、まあ、2500、今600当たったよね、まあ、3000はいかないけど、まあ、2500以上は期待できるね。なんかどうなの、こいつの一目といくつ、やばい、もうオーバードライブが使えないんだけど、ウォーターガンでいいや。でジャミルが全然こう賛成賞あるから、これジャミルとさバーバラいなかったら死ぬんじゃね、倒せる気がしないんだけど。禁忌の力を手に入れた、ヘルファイアやられた、やばい、頼むジャミル、いい火力だ、ちょっと無理、死んだ。ウォーターガンいくつだったのこれ、1234、400くらい。じゃあ何が強いんだ、生命波動どう、生命波動どう、ガーやばい、これはやばい、一旦に一人死ぬからな。アッサンド、これいいんじゃない、大丈夫、おお倒したいいね、禁忌の力オーバードライブ、犠牲もあったがイフリートを倒した。君には世話になったな、コンスタンスがオイゲンシュタットへ行ってしまってからこの城も寂しくなった。私には後を継ぐ者がいない、どうだろう、君がここの後継ぎになってくれないか。いや今のはただの冗談だよ。ここなんか選択肢あった気がするんだけど、スーファミ版だったら。でも結局冗談だよって言われる、何もくんねえじゃねえかよ。フラーマンに話しかければいいのかな。誰にと戦う覚悟はできた、できました、はい、戦わないけど。ではこの火のルビーを受け取りなさい、火のディスティニーストーンよ。燃えているのか、燃えてたら触れないよね。ルビーゲット、おお1万円、いいね。でジュエルというところで、まあ、サルーインを倒す直前に
なったところでアルベルト編は終了したいと思います。最後に近畿の力オーバードライブ、どうしようかなってちょっと思ったんですけど、オーバードライブないと多分倒せなかったんで、遠距離攻撃全員覚えさせればなんかご了承もできそうな感じはしますけれども、今からね全員遠距離攻撃覚えさせるのちょっとめんどくさいんで、近畿の力オーバードライブを使いましたというところで、アルベルト編はこれで終了して、ちょっとある程度学べたのでちょっともう一周やっていきたいと思いますので、では次の主人公編で、お会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。